今日はちょっと早いですけど、本日最後の10段はこちらです。ミッションインポッシブルシリーズ最新作予告編公開。ということで、トム・クルーズ主演の人気アクション映画シリーズの最新作、ミッションインポッシブルゴーストプロトコル、カッコ現代、カッコ都市のアメリカ版予告編が公開された、本作の主人公、イーサー・ハントを演じるのはもちろん、トム・ハンクス。あ、トム・クルーズだ。<laughs> すいません、失礼しました。トム・クルーズ、トム・クルーズ、シリーズ初登場のキャストとして、ロストの、助手ホロウェイ、そして映画、ザ・タウンの、 ジェレミー・レナー。そしてそして、映画、ミラーズの、ポーラ・パットン、たちが出演。そしてこの映画、ミッション・インポッシブル・ゴースト・プロトコル、カッコ現代、カッコ閉じは、日本でも、2011年12月16日より、東方シネマズ、日劇他にて、全国公演ということで、ミッション・インポッシブルの横編が公開ってことなんですけど、自称、映画マニアの僕からすると、もうこれはかなり熱いということで、今回の横編がどういうのかっていうのがちょっと載ってるんですけど、まずですね、いきなり、 建物が崩壊ってことで、その派手な爆発から主人公のイーサンハンドトム・クンクスあ、確かね <laughs>。トム・クルーズが逃げる。そしてその後は、車内で誰かに話しかける中年男性のおっさん。この中年男性のおっさん一誰なのかで、その後には、謎の機械から否認したというふうに表記されていますね。その後は、街をぶらつくパーカーの男。こいつは一体誰なのかすごく怪しいぞ。そしてですね、乱闘するイーサン。 トム・ハンクスじゃなくて <laughs>、トム・クルーズ。その後はどっかに集まるトム・クルーズたち。イーさんたち。車内で先ほどの中年男性が話しかけていた相手は実はイーさんだった。なにイーさんいうことでその後はマップのようなものを覗くもイーさん。そしてその後はタキシーザの来てどっかのパーティーに潜入するトム・ハンクスじゃね、トム・クルーズイーさんそしてなぜかクロのガラスが全開そしてなぜか高いところが飛び降りながらの射撃そしてその後は絢乱なパーティー会場が映される。そして全力で逃げるトム・ハンクストム・クルーズイーさん そしてその後はものすごい爆発がダッシュで逃走中のトム・ハンクストム・クルーズだっつーのイーサン・ハントそしてその後はナイスキックをかますトム・クルーズイーサン・ハントそしてその後は車から飛び降りるトム・クルーズそしてその車やっぱり激突そしてその後はくる,くる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 とトム・クルーズの方を目がかで飛ぶそしてなんとか回避やったでトム・クルーズやったでイーサン・ハントやったでトム・ハンクスそしてこの場面はおやお前は敵なのか味方なのかそれとっていう場面のようですねどうも見た感じだとそしてその後はパーティーに潜入するトム・クルーズトム・ハンクス イーサンハントそしてこの写真はドバイで撮影したと思われる超高速ビルそして謎の装備を確認中のトム・クルーズそして前と同じの超高速ビルの壁を登るイーサンいかにもインポッシブルすごいですね。腕につけた装備だけで張り付いていますね、このビルを。そしてそして、壁を蹴って飛ん,だ飛ん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 だそしてミッションインポッシブルゴーストプロトコルということで、今年の12月16日に公開ということで、僕は絶対に来ますね確実に間違いなく来ますえー、ミッションインポッシブルゴーストプロトコルかっこ現代かっこ仮ちょっとまだ早いですけどね。 まだ、えっと、約5ヶ月ありますけど、<laughs> ぜひぜひみんなで楽しみにしましょうで、そのミッションインポッシブルシリーズ最新作の予告編の動画なんですけど、下にリンク貼り付けておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください以上、ベロガーのありでした。じゃ、また<ピッ>ということで、今日から電力使用制限令が発動されたってことですけど、いやー、暑いですよね、それにしても。で、実はすごく面白い時事ネタを発見したんですけど、ロシアとウクライナでは水かけイベントというものがありまして、